はい、どうも。今回はご依頼いただきました。ありがとうございます。3人が続きますが、強積スカイライン GPR プラ、強積スカイライン GP1 プラスですね。これをやっていきたいと思います。これね、再販ずーっと待ってて、再販かかったら組みたいなっていうふうに思ってたんですよ。そしたら、まあなんか渡りに船みたいな感じでご依頼いただきまして、作っていきたいと思います。では見ていきましょう。なんでこれをそんなに作りたかったかっていうと、まあ細かい事情は省きますけど、まあ強積の後のね、ジョモでバイトしたりしてました。まあ他にもいろいろ事情はあるんですけど、そういったこともあってね、この強積の GTR はね、出たら作りたいなっていうふうに思ってて、で前回の再生産の時にはまあ見送ってて、なあ注文しておけばよかったなーっていうふうに思ってたのところに、まあ再生産の案内が来て、で、ご依頼をいただいてっていうふうになりました。なので本当に渡りに船、全部が全部緑じゃないんですけど、まあとりあえずまあ順番に見ていきましょうか。外装パーツとかね、この辺はまあ緑なんですよ、ね、まあグループ A のまあニスモのやつで、このトラン穴開きのトランクとこの辺とかは一緒なんですよね。内装とかシャーシとかもね、緑の成形になります。なんか緑の、まあプラも全部そうですけど、成形色がなんかこう思いっきり違ったような感じになると、なんかすごい新鮮味があるというか、そういう感じになっちゃうのは自分だけでしょうか。実車だったらその何、部分的に張り替えとかね、そういうのはあったりとかしますけど、全部赤とかこれで全部緑とかってことはまずまずないじゃないですか。だからそういうのをこうプラモの成形色で見てね、なんかすごく違和感を感じちゃうんですよ。この革命ね、なんかメッキの入りがでもあんま良くねえんだけど、あのね、反射で緑になっちゃうな。これはどうしよう。ちょっと依頼者さんと相談だ。緑、なんでこんなメッキ入り悪いの。でこれもね、グループ A のパーツですね。こんな感じの、これはもう全部グループ A のねパーツ、一通り一式同じになりますね。その中からパーツの選択になる感じですね。でこのパーツも一緒ですね。あ、そう、あのね、このニスモのインタークーラーが、ニスモのインタークーラーついたやつあったでしょ、出たでしょ、限定で。足回りノーマルなの、ホイールもノーマルなの、マフラー出口もノーマルなのっていうので、すごいがっかりしました。うん、まあこのグループ A 足をノーマルに持ってこうとするとまたいろいろとねあるのかもしれないですけど、31がそういうのだったでしょ。今度予定になってる70スープラはなんかローダウン足とかっていうふうになってたんですけど、ダクーラーもさ、しかもなんかインタークーラーがレジンの置き換えとかそういうふうじゃなくてデカールがつくだけ。っていうふうに思って、ちょっとがっかりしました。ギアパーツも一緒で、革命用のレンズになってますね。あ、革命のレンズカットってこんなだったっけ、覚えてねえなぁ。革命の3人乗ってたのにね。でホイールはこれボルクだったかな、の5本スポークタイプのものになりますね。でピンタイプ、緑色いな。ってことは元の定型は緑ってことですよね。スリックタイヤとポリキャップですね。そしてデカールですね。こんな感じですね。でマスキングシールというような感じになります。では始めていきたいと思います。あの、剥がしちゃってから収録開始しちゃって何してんだよっていうふうに思われるかもしれないですけど、
このねリアの熱線のねプリントが入ってるおかげで、これがもう きっちり貼れません。というかもう何めっちゃ浮いちゃうので、まあこれは仕方がないんだけどな。全然密着しないんですよね、熱線プリントのモールドの影響で。で、長谷川のキット確かに、モールド自体はかなり浅めにはなってるんですよ。なってるんですけど、過去のね、動画とかでもやったりしましたけど、糊が弱いんですよ。このマスキングシールの。なので、浮いてくるんですよね。なのでまたちょっとこうやってカリ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 押さえて、このね光透かせつつモールドに沿って切っていきます。ちょっと今集中して、あー全然映ってないね、こんなの映るかな、集中してやっていくんで、あー目がチカチカする、黙ります。よいしょ。あー切れてない。よし、ふぅ、えいえいという感じです。あーあとね、ここのねこれこれほっと、まあもうちょっとなんか数少なくとかできんのかな。多分ねウェルドラインとか入っちゃうからこうやって入れてるんだと思うんですけど、これがあるおかげでねウィンドウパーツのね修正とかしなきゃいけないしね、この辺をちょっとまあしゃあないのかな。このワイパーの付け根のところ、これまあ削るし削るような感じになると思うんですけど、やりません。逆に汚くなっちゃう。多分まあウィンドウにデカール貼ってクリア拭くことになると思いますんで、その研ぎ出しでほとんど目立たなくなるかなと思います。ここのね際のところにあるからね、その影響でこうウィンドウパーツの入りが悪くなったりするんですよね。はあ。またうまくいけるかわかんないですが、やります。よいしょ。ちょっと大きめに切って調整しつつ貼っていく方が多分綺麗になるっていうことが最近わかったので、ちょっと大きめにコンパスカッターの、よいしょ、メッキをね残して綺麗にマスキングできればいいんですけどね。よいしょ。だけどどうなのかな、自分みたく厚塗りな人だと先に例えばその黒サフ拭く、黒拭く、あじゃあ黒サフ拭く、ん、まあメッキの上だとマルチプライマーを拭くマルチプライマーを拭く、グレーサフを拭く、白を拭くってやるとね、なんかね、段差がえらいことになりそうな気がするのと、あとは、よくよく見ると、白とメッキの間にグレーの層がね、できちゃうのが、自分みたいな下手っぴな人だと想像できちゃって、っていうか実際なるんですよ、それが。で、じゃあ、この上からあったらどうなる？まあ、メッキと、メッキじゃない、シルバーの部分と、黒い部分との段差ができちゃったりとかするんですけど、どっちも変わんねえじゃねえかという風なシーンになるかもしれないですけど、でもね、なんかね、こっちの方が、自分はまあ慣れてるっていうのもあると思うんですけど、その方がやりやすいかな。で、ちょっとずつこう、狭めながらね、調整してピッ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 貼ってきます。どうでもいい話ですけど、最近ポケモンの
まあ、休みの日だけですけどポケモンのスカーレットを始めたんですよ。そしたらピッピともう一つのなんだっけポケモンの名前は思い出せないんだけど、そのね違いがねパッと出てこなくて、あこれピッピだと思ってやるとなんだっけピッピじゃなくて、あこれもう一つのなんかその名前が思い出せないやつだってなるとそっちだそっちじゃなかったりだとか、とどうでもいいこと、あしまった、ここちょっとバッテン切らなきゃいけなかった。でもまあこれぐらいならまあいいかな。で名前をねよく間違えるんですよ。なんで間違えるのとかって言われても、なんかピンクで丸かったらピッピみたいなね、そんな風な感じになっちゃってまして、だから間違える。そんなやつおらへんやろ、ここにいるで、ここにおるんやで、そんな間違いを犯すやつが。でちょっとはみ出たらここを切る。ちょっと大きすぎたな今回これ。長谷川のホイールもなんかリムが別体になってくんねえかなって思ってたりするんですけどね。特にこの辺のグループ A のやつのホイールとかね。でも長谷川あんまりホイールこだわってくんないからな。なんか、よくカスタムバージョンとかって出てくるけど、もうちょっとなんか違うホイールあったでしょうっていうね。そういうのがあったりとかして。あ、そういえば今度 2.5R のカスタムバージョンが出るってアナウンス出てますけど、あれもホイール JTCC のやつでしょう。まあ、その金型コストの問題とかあるとは思うんですけどね。もうちょっとなんかこだわってほしいなと自分は思いますね。足元、ホイールって、その車の、何?いろんな、そのカスタムの方向性とかをすごい、こう、はっきりと、決めるようなものなんで、ホイールがちょっとこうあれこれ何みたいな風になっちゃうと、それだけでね、あ塗装剥がれちゃった、でもこの上から見るから大丈夫かな。それだけでね、なんかあ言いたいことは分かるんだけどこうじゃないんだよなみたいになっちゃって、なのでちょっと 2.5R は今回はパスします。自分は久しぶりのね、2.5R 限定生産されてっていう風だけど、からの久しぶりの 2.5R だけど、31マフラー出口が変わってたりしてたじゃないですか。アナウンスで見る限りそれがないみたいなんでね。だからグループ A の足に JTCC のホイールくっつけてカスタムバージョン。ちょっとね、自分はいいかなと今んとこ思ってます。よいしょとか言ってホビーショー行って、まあ自分はパスかな。 2.5R ね、また作りたさもあるっちゃあるんだけど、自分が思い入れがあるやつはなぜかヤフオク出しても全然こうっていう風になっちゃうのが多いんで、なので思い入れのある車種はなるべくやらないようにしようかななんて思ってたりとかしてますが、あとはどっちしてもね、ちょっとね依頼品受けるのを再開したいなと思ってるんで、まあすぐにじゃないですけどね、その辺とか考えると、まあパスかな。こっちはいいんですけど、こっち側強積のこのでっかいロゴのこのね、ここまで全部一体になってるんですね。デカールが。この Y の部分が、このね、ニスモステップのところに被さるんですよ。なので、まずは、読めて、とりあえず仮固定。あう。何もたもたしてんの?こうやって仮固定します。で、その段階の、こういう風にしておいてから、デカールを、よいしょ、貼るような、そんな感じにします。まあ今のうちに反対側のね、水に浮かべまし、切って浮かべときます。よいしょ。で、
よし、マークフィットを裏から塗って、いっちゃ。ん？ちょっと大きくない？そんなことない？ちょっと大きい気がする。あ、ここ、Y のここ、切っとった方が良かったっすね。この状態で切って、あ、切らない方が良かったか。切らない方が良かったのは、しまったな。大きさが、大きさというか位置が。うわー、このステップの角に来るの？もうしゃあないな。とりあえずパンポンポン。で、アクリル溶剤を塗って、しまったな。こう切れ目入れない方が良かったな。で、その間にね、やっこく、ここがくたーってなるのを待つ間に、他のところのね、デカールを貼っていきます。切れるかな？うまいこと。ここがね、本当はね、多分繋がってると思うんだよな。実写の画像を見ると。どうなんだ？ちょっと待って。切れてるやん。よし、大丈夫だ。じゃあ、切ります。でもプラモを作る時のことを考えるとここはつけた状態で塗装できたらいいんだけどな。でこの状態で両面剥がして、あーでも多分切れますな、これ切れるっていうか汚いな。まあ筆でタッチアップして目立たなくしてかな。せっかくのデカールだけど、ここがね、もうちょっとね、あー、ね、剥がれる剥がれる。長谷川のキットの3人の、まあ他にもいろいろ気になるところはありますけど、一番残念かなっていうのがここかな。まあ実写に合わせた結果、こうなっちゃったっていうところはあると思うんですけどね。で、今回ね、デカール貼っててふと思ったんですけど、実写の3人に比べて、ここのフェンダーのね、ラインだとか、このドアのこのラインとかが、かなり、こう、ボコボコしてないんですよね。で、3D スキャンをしたんだったら、ここは、そういうふうに、こう、実写に合わせた形になってて、叱るべきかなっていうふうに思っていたんですが、これってひょっとして、デカールを貼りやすくするために、あえてこうやってのっぺりにしたのかな？ってことをふと思いました。まあ前も言ったかなと思うんですけど、一番実写のラインに近いかなっていうふうに思ったのが、まあ24分の1でいくと、ここの横だけに関してね、横だけに関して言うと、一番近いかなっていうのは不死身なんですよね。で、タミヤのやつは結構、まあ、タミヤデフォルメでゴンゴンって感じじゃないですか。で、長谷川のが一番のっぺりしたような感じになってるんですけど、デカールの貼りやすさを優先したということだったら、まあ、納得なのかなっていうふうに思うんですが、そこら辺はちょっと具体的にどこまでどうなのかわかんないんでね、なんとも言えないところではありますが。じゃあ、とりあえずこの状態で乾燥させて、で、一回洗います。一回洗って、中性洗剤つけて洗って、で、クリア拭いて、一回クリアを拭いて、ウレタンクリアでっていうような感じにします。で、ウィンドウパーツの方に関しては、EX クリアをね、拭き重ねるような感じにして、やっていこうと思います。この足回りのね、このスプリングの部分、また油性ペンで塗っていきたいと思います。よいしょ。長谷川の3人もね、まあ久しぶりに組むような感じなんで、とりあえず前回やってみてあれあれってなった、その何リアのウィンカーの取り付け、あれをね、なんかいろいろこう大変な偉いこっちゃになったのは覚えてて、でなんか左右がうまいこと合わなかったりとか、で、それも、なんか、その、微妙でね、その角度の
何切り欠きというかそれが違うとかそういうのもねちゃんとよく見てよく見てやらないと悲しい思いをするのでそのあたりをね気にしてやらないといけないですね。コンプレッサーのエア漏れも直さないといけないですね。どうしようなじゃあ前回その修理した時もその修理前の時からまあどっかから漏れてんだろうなと思ってたんですよ。で本来であればちゃんと全てがねエア漏れすることなくつながってたらこうやってね全然塗装もしてない状態から漏れてプシャーってなってうおーなんてなることはないわけですよ本来であれば。だからそこもなんとかしなきゃね。てかこんなにアブソーバーのバネ長いんだろうか直巻きのスプリングでよいしょ。この辺もねまあ実車を見る機会はまあ例えばそういうサーキットの走行イベントとかねそういうところでは見ることもあるかもしれないけど下回りのこうメカニカルなところというかそういったところをねまじまじと見る機会っていうのはそうそうないだろうな。今だとまあどっかの博物館とかねそういうところにあるんじゃないかなと思います。なんか車種によって車種じゃねチームの愛によってはもうなんか別のチームに移譲されたりだとかその次のこう JGTC っていうかまあ GT 選手権かん最初は JGTC かあれ仕様になってるやつとかもいるとかっていう風に聞くから見たくても見れないよねっていう話をしてたら塗り上がりました。まあこんな感じで塗ってから組み付けをしていきたいと思います。このテールランプのやつなんですけど、テールランプ本体を先につけて、で、このウインカーの部品を後につけるような指示があるんですけど、非常にやりにくい。なので、ちょっと逆にしてみます。よいしょ。またリップクリームを塗って。実はまあ、この一本前にあげたね、タイさんの方で一回吹っ飛ばしましてでまあ奇跡的に見つかったんですけどそういったことがあったのででこの角のねこのカックンって出てるやつこの辺とかも気にしながらよいしょで非常に分かりづらいのでもう先にくっつけちゃいましょう。多分ね、こっちの方はね、やりやすい気がする。よいしょ。よいしょ。で、ウィンドウパーツなんですけど、まあ、タイさんの方の後なんで、もういっちゃいますけど、今回すらずにやったんですけど、いけましたね。普通につけることができました。四角いのが内側になるようにつけるのね。暗い。よいしょ。ああ、やっぱ塗装剥がれた。でこうやってつけてからウィンカーのところねここつけてからテールランプこっちは ZD の3このテールランプの説明書はねまあカストロールの時にも言いましたけどもうちょっとなんか分かりやすくしてほしかったかな。この方が接着しやすいですね。なので、まあ、
こうね、先にテールランプ本体の方つけてからつけようとすると、ここにね、うまいことね、こう持っていくのもまず大変だし、でこう奥までグッて入れられないんですよね。そういったこともあるので、多分こっちの方がやりやすいと自分は思います。この角目のねインナーですけども、メッキシルバーでまた塗ります。コーナーレンズのところはですね、まあメッキじゃないよっていうことでまた塗り直しました。だって違うんだもん。まあ、ちまちまとメッキシルバーで塗っていきます。こういうところはやっぱり、うん、でもマスキングゾルまだちょっと抵抗を感じるな。ヘッドライトインナーね、リフレクターのところだけはギンギラギンだけど、他のところはね黒いんで、ちゃんとここは塗り分けないとそれっぽくなんないですから。冒頭の方とかでメッキがもう薄くて、あの緑色のね、成型色の緑色が見えるって話したと思いますけど、やっぱりね、ここはしっかりと銀色にしたいんですけど、ここ奥まってんだよな。よいしょ、奥まってるから塗りづらいけど、よいしょ、あー塗りづらい塗りづらい。まあ本来ここはまあメッキのままでね行くやつなので、まあ仕方がないんだけど、よいしょ、うまいこと塗れるか、どこまで同銀ギラだったかまでは覚えてないんだけど、箱の写真を見てこれぐらいならっていうところで塗っていくような、そんな感じですかね。で、まあ長谷川のカーモデル最近のやつは本当組み立てにめっちゃ神経使いますね。よいしょ、気持ち悪い声を出すな。こんなぐらいならいいんじゃないですか。もう片方もね同じように塗っていきたいと思います。はい、長谷川の強積スカイライン GP1 プラス 1992JTC 完成です。お依頼いただきありがとうございました。やっぱ角煮にしてどうすんだ。角目が好きですね、自分は。三人は角目の方がね、好き。自分はまあ好き嫌いいろいろあると思いますが、昔から好きです、角目の方が。この強積の GTR の方もね、トレッドの方は広げてあります。そのニスモステップのところね、かぶさるところ、かかるところ、デカール切れちゃったところ、切ったけど綺麗に切れてなかったところは筆塗りで修正したりとかっていうのを感じにしています。アンテナはね、またいつもの通り輸送中破損しないようにっていうことで別でね送るような、そんな感じにさせてもらっています。トランクのね、ちょっと削り方があんま良くなかったみたいですね。ぴったりスコンっていいところに来なくて、ちょっと後ろの方にね出ちゃうような、そんな感じになってますね。ここトランクに関しては前カストロールの時に給油口のところをえぐっておいて、でやった方がいいのかなって話をしましたけど、でもそれはそれで綺麗につかなさそうだし、あとはウィンドモールのね塗装するときにマスキング漏れが起きそうなんですよね。こう例えばトランクの部分を接着しちゃってから組み立て開始します、あ塗装とか、まあ、そういうの開始します、給油口のところ穴開けておきますっていう風にしようとすると、そのトランクの
パーツとボディとの隙間からマスキング漏れしてっていうことが起きそうかなっていうふうに思ったので、今回も結局やっていません。個人的には一番作りたかった強積 GTR、 富士見のやつでね一回作ったことはあったんですよ。昔そういう塗装とかもまともにしてなかったと思う。あの時はデカールは貼ったと思うけど、うん、多分そんな感じだと思います。で作ったきりで、それ以降ねずーっと、まあ富士見の強積の方もずーっとまあ絶版状態になってて、で長谷川のやつが出て、前回作ろうかなと思ってたけど注文しそびれて、あーあーあーってなってたのでね、まあそれをご依頼いただいたこともあってこうやって作ることができたので、うん、とりあえず自分も満足です。自分は、うん、自分も満足です。一応次は BP トランピオ GTR、 あれの方もねご依頼いただいてたりだとかしますし、まあこれからもどん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 いろいろ出てくると思うんで、またなんか出たりしたらね作ることもあるかなというふうに思いますし、まあ過去に出たやつでね、まあ再生産かかったりするのもあるんじゃないかなっていうのも思ったりしますし、あとはタミヤ用のデカールのストックもあったりとかするので、その辺転用して作れないかなとも思ってはいるんですよ。ただここはこのホイールなんだけど革目じゃないとか、プロこれ実写はプロ目だとか、ここはこのホイールなんだけどホイールでヘッドライト回ってんだけどミラーの形状が違うとか、そういうのがね非常に多いんですよ、あのこのグループ A の3人って。だから完全再現でやろうとするとね、いろいろとあーってなっちゃうんで、まあできればその辺も長谷川が出る前に作っちゃえたらいいかななんてことも思うんですが、んー、ただやっぱ鉢巻きの部分がね合うかなっていうところもあったりとかして、じゃあそれ作って合わなかったらなってことも思ったりして、なかなか踏み切れていませんが、まあまたそういうのもね作る機会があれば、まあ動画にはまあ部品転用とかそういう風になっちゃったりしてね、あの別物になっちゃうと意味がないので、動画の方でやるにしてもね、なので、まあ、やってもいいっちゃいいんだけど、まあ、なんかちょっと違うかなというふうに思ってるので、まあ、それを動画にすることはないかなというふうに思いますが、まあ、そんな感じでね、やっていこうと思いますので、またよかったら見てってください。というわけで今回は、長谷川の強積スカイライン GP1 プラス、1992JTC でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。